はい、試験延期に伴う学習強化講座、管理会計論の第9回目講義を始めていきたいと思います。担当はレクセン任講師二宮です。本日もよろしくお願いします。はい、えー、本日は第9回目となりまして、まあ、補助部門費の配布に関する理論の学習の方をねしていこうと思います。で、この補助部門費の配布に関する理論っていうのは、まあ割と好き嫌いが分かれるところなのかなと思います。 好きな方はね、まあ、論文の本試験とかでもこれ問われることがありますけどかなり高い精度で回答することができるんですが、まあ、嫌いな方っていうのは、まあ、割と的外れな回答を書いてしまうと、まあ、明暗はっきりと分かれるところなのではないのかなと思います。でこの補助部門費の配布の理論っていうのはこれは担当の本試験ではねあんまり直接問われることはないと。 計算問題ではね複数基準とか予定配布とかっていうのは問われますけれども理論問題としては、まあ、この分野については原価計算基準に特にね明記されていないところとなりますんで、まあ、理論では出しづらいっていうところがあるのかなと思います。で一方のの論文の試験では、ね、普通に、 あのこの補助部門費の配布に関する理論っていうのは、あの論述問題っていうのが過去何度も出されていますから、まあ、しっかりと対策の方を取っておく、必要性が高い論点だとまあ、そう考えることができます。だからまあ今の話だけ聞くとね。担当対策ってことだけ考えれば別にやんなくてもいいのかって思われるかもしれないんですけれども、あのそうは言ってもね。計算では普通に出てくるわけですから。 複数基準プラス予定配布で補助部門費を配布した上で製造部門における予算債の金額を計算しなさいとかですね、まあ、こういう問題っていうのはこれまで皆さん何回も解いたことあると思うんですよ。でしっかりとね理論的な背景を分かった上でその計算問題に当たってる方となんとなく計算の手続きを覚えていて、まあ、よく意味は分からないけれどもこうやれば正解を出せるっていうふうに機械的にやってしまってる方とではそのパフォーマンスにかなりの差が出てくると。 まあ計算のスピードと精度の面で大きな差が出てくると考えられますので、まあ、この分野についてはしっかりと理論的な背景っていうのを押さえていくことによってそれが計算の方を牽引するそういう側面があると考えられますから、まあ、理論と計算っていうのが密接につながりを持っているところとなりますのでここは単に計算を機械的にできるだけだと不十分なんだと、まあ、そう考えてください。はい、でまあ今からね見ていきたいと思いますけれども。 まず、ね、そもそもの話単一基準と複数基準ですね補助部門費を配布する方法としまして単一と複数っていうねこのやり方がありますけれどもまあそれぞれは何なのかっていうのはもう大丈夫かと思いますが単一基準配布法っていうのは補助部門における変動費と固定費の区別なくねどちらも溶液消費量に基づいて 他部門に対して補助部門費の配布をしていこうっていうのが単一基準配布法、名前の通りですね。で一方、複数基準配布法っていうのは、これは補助部門における変動費については溶液消費量。固定費については溶液の消費能力に基づいて他部門に配布をしていくと。まあ明らかに複数基準配布法の方が面倒くさそうな計算をやっているわけですけど。 その論拠は何なのかっていうのを今から見ていきます。ここはね、しっかり書けるようにしておかなければいけないんですよ。でも端的に言うならば。補助部門におけるね、変動費と固定費っていうのは。それぞれ発生原因が違うから。別々の配布の基準値っていうところを設定しているんだと。 じゃあどうね発生原因が違うのかっていうのを確認していくとまず補助部門において生じる変動費についてはこれは補助部門が創業すすするるから発生するわけですよね変動費っていうのは創業度の増減に応じて比例的に増減するコストですから補助部門が創業しなければゼロなんですよ。創業するから変動費というコストが生じるんだと。じゃあそもそも補助部門の 創業っていうのはなぜ生じるかっていうと、製造部門が創業を行って。その結果、補助部門の溶液を消費するから。補助部門において、創業が生じるんですよね。製造活動が営まれる過程で、補助部門の溶液消費がなされるから。補助部門においては、創業っていうのが生じるんだと。ということは。 補助部門の変動費の発生原因というのはこの多部門の溶液消費量が原因だと考えることができるんですね。溶液の消費量ですすすね多部門門がが補助部門の溶液を消費費るるから変動費が発生するんだとで一方固定費についてはどうかっていうと固定費っていうのは創業度の増減にかかわらず常に一定額発生するコストなんで。 補助部門の創業とは無関係に発生するんですよ、ね、じゃあそもそも補助部門で生じる固定費っていうのはその金額がどう決まってくるのかっていうとこれは製造部門の最大創業時に合わせて生産能力を抱えるから固定費が発生すると。 製造部門の最大創業時に合わせて生産能力を抱える。まあ、準備しておくわけですよね。あらかじめ、例えば修繕部門であれば、年間で製造部門が修繕工の溶液っていうのを、これ10人分消費すると。製造部門において修繕工の溶液っていうところを年間で10人分ですね、消費するんだと。だから、 事前に10人分の修繕部門においては事前に修繕を担当する従業員を10人よ、えー、配置しておくと製造部門がね補助部門の溶液を欲したときに提供できないようだと製造活動が止まってしまいますんで。 事前にちゃんといつでも製造部門がオファーを出してきた時に対応できるようにしておく準備をしておかなければいけないんですよ。補助部門としては一定のの生産能力っていうのを抱えるることになるんですね製造部門が年間で修繕工の溶液っていうのをマックスで10人分消費する可能性があると実際に10人分消費するかどうかは別なんですよ。 でも10人分の溶液を消費する可能性があるんだと。だからそれに合わせて事前に10人のその人員っていうのを確保しておく必要性があると。実際に製造部門で5人分しかね溶液が消費されなかったとしても10人分雇っていれば10人分の賃金が発生するんで固定的に10人分の賃金が発生すると。 だから補助部門における発生する固定費の金額っていうのはこの溶液の消費能力これが原因で固定費が発生していると考えられるんですね。液消費能力ですねまあ補助部門の立場から見ればね溶液提供能力ってことになりますけども。 補助部門で発生するる固定費費のの金額は溶液の消費能力によっってて決まってくるんだと製造部門が年間でマックス9人分の溶液しか消費しないんだったらもう9人の従業員で済むわけですから10人分の溶液を消費するかもしれないというねその可能性にフォーカスして事前に10人分の従業員っていうのを配置しておくと10人分の固定費が発生するわけですよね。 だからまさに溶液消費能力その大きさによって固定費の大きさが決まってくるんだと、まあ、そういうふうに考えることができます。でここでこの単一基準配布法で変動費も固定費も溶液消費量に基づいて多部門に配布するっていう計算をすると、まあ、どういうね問題が生じるのかっていうのを確認してみると特定の 関係消費部門に対する配布額はその他の関係消費部門における補助部門、溶液消費量の多少によって左右されてしまうっていうこういう問題が生じるんですね。特定の関係消費部門に対する配布額はその他の関係消費部門における補助部門、溶液消費量の多少によって左右される。ちょっとこの文面だけ見ていてもなかなかつかみづらいと思うんですが、まあ、具体的な数字設定を見ていきたいと思います。 動力部門における固定費の発生額3万各月の製造部門に対する配布額を算定していきましょうということで今1月において第1製造部門と第2製造部門が動力部門における溶液をそれぞれ100時間200時間合計300時間消費していると。でこの300時間という溶液消費量を基準として 動力部門における固定費3万円を第1と第2に対して配布していくと3万割ることの300時間で1時間あたりは100円というふうに計算することができます1時間あたり100円ですね100円る1 0 0時間で1万100円る2 0 0時間で2万と。 固定費の配付額計算することができます、まあ、これが1月におけるね補助部門費の配布額っていうことになりますで同様に今度2月になった時に第一製造部門の溶液消費量は100時間第二製造部門の溶液消費量は今度は100時間になっていると1月は200時間だったんですけど2月は第二製造部門の創業水準が下がって 溶液の消費量も低下しているとで合計200時間の溶液を消費したんだと、まあ、1月よりも2月の方が溶液の消費量は100時間分少なくなったんだけれどもそもそも固定費っていうのは3万円で必ず一定額生じることになりますのでこの3万を先ほど同様月間の溶液の消費量合計で割り算すれば 150円っていうのが1時間あたりの配布率として求まりますでこの150円に100時間100時間掛け算して1万5,0001万5,000というふうに第1と第2に対して配布していくこれが2月の計算結果でもこれ1月とね見比べてもらったときに 明らかにおかしいのわかりますよね。この第一製造部門に着目をしてもらうと、1月も2月も同じ100時間の溶液消費であるにもかかわらず、1月よりも2月の方がより多くのコストをね負担させられることになってしまってるんです。これは皆さんがね第一製造部門の管理者の立場で考えてもらえればですね、この計算結果に納得がいかないっていうのは、まあ、理解できるのかなと。 自分の部門ではね1月でも2月でも同じだけしか溶液を消費していないにもかかわらず単に第二製造部門の創業水準が下がったという第一製造部門では管理することができない原因によってより多くのね補助部門費を負担させられてしまうっていうのは第一製造部門からしてみたら納得がいかないわけですよ。このの話を、ね、一般化したのが 先ほど読み上げたここの文章なんですね特定の関係消費部門に対する配付額これは第一製造部門に対する配付額って読み替えてもらってその他の関係消費部門これ第二製造部門ですね第二製造部門における補助部門溶液消費量の多,種多少によって左右されてしまうと要は補助部門費の配付額の中に 管理することができない要素が混入することになるんですね第一製造部門では管理することができない第二製造部門の補助部門溶液消費量の多少の影響っていうのをこうむってしまうんだとだから単一基準配布法っていうのはあまりよろしくないですよっていう話なんです複数基準配布法だったらこんな問題は生じないんですよ 1>, 1月だろうと2月だろうと溶液の消費能力は変わりませんから1月の計算結果と2月の計算結果は一致するんですよ。複数基準配布法であればね固定費の配布額が変わることはないんです。で今度実際配布と予定配布っていうところを確認していきたいと思いますけど。 実際配配という予定配布ですね補助部門費をね実際配布すると、まあ、どういう問題があったかとここはね覚えている方多いんじゃないのかなと思いますけども補助部門費の実際配布を行うと配布額の中に補助部門における原価管理活動の量費の影響、まあ、予算債のことになりますねこれが混入するという問題が生じると。 まあ予算債っていうのは、まあ、原価管理がうまくいけばね有利債発生しますし原価,債原価管理がうまくいっていなければ不利債が発生するということで製造・間接費の管理を行っていく上で非常に重要な指標ということにはなりますけれども各部門の原価管理活動がうまくいったかどうかを評価するためのねそういった原価債になるわけですよね。 補補助助部部門門におけけける予算債っていいいうのは当然補助部門が責任を取らななればいけないと。でも補助部門費を実際配布すれば補助部門の予算債っていうのをそもそも計算することができないとこのシュラッターズ見てもらうといいかと思いますが補助部門におけるシュラッターズ製造部門におけるシュラッターズそれぞれね並べて書いてあげれば一目瞭然ですがこの 補助部門における予算債の部分も含めて、実際配付だとこの実際の発生額が製造部門に振り返られていくことになりますんでね。補助部門で例えばものすごい無駄遣いが発生していたとしても、その無駄遣いっていうのは製造部門が結果的に負担することになるんですよ。製造部門の製造間接費の実際発生額の中に、 補助部門における無駄遣いの影響が混入するその結果製造部門の予算債を計算したときに補助部門の無駄遣いもその中に混入することになるんですねこれは責任会計の検知から見て望ましくないだろうと言ってるんです製造部門にとって責任の取りようのないですね。補助部門における原価管理活動の良し悪し の影響ですね予算債の影響っていうところを製造部門が負担することになってしまうんだと、まあ、これは公平じゃないよねって話をしてるんですでこの単一基準で実際配布っていうのを行えば先ほど確認した単一基準の問題点も生じますし 実際配布の問題点も生じるっていうことで、まあ、このやり方っていうのが一番簡単なやり方ではあるんですけれどもあの計算上あまり望ましくないやり方ということになります。責任会計計の見地から見て望ましい計算方法ではないとで次の複数基準で実際配布をすればどうかっていうと複数基準で実際配布を行えば 先ほどの単一基準の問題はクリアされますので実際配布の問題だけが残ることになります。補助部門における原価管理活動の量費の影響が配布額の中に混入してしまうっていうその問題だけが残ってしまうと。だからまあこのやり方もねまだ完全なやり方ではないと。で次の3つ目。じゃあ単一基準で予定配布はどうかっていうと。 まあ今度単一基準で予定配布ですから単一基準の問題点先ほど見た内容がまたここでは顕在化するんでしょって思うかもしれませんけどここはねちょっと注意が必要なんですよ単一基準で予定配布をすれば先ほど見たねこの問題っていうのは実は解消されるんですねこの単一基準の問題点として捉えた先ほどの この問題点についてはですね実は解消してるんですね、まあ、どういうことかっていうと予定配布を行えばですね補助部門費を配布する時の予定の配布率っていうのが事前に設定されてるわけですよ。補助部門費を配布するための予定配布率が事前に設定されていてそれは月ごとに変動するものではないんですよ。例えばね この1月の単価100円っていうこれが予定の配布率だとしましょう予定の配布率1月の予定の配布率が単価100円だったら2月も予定の配布率は単価100円なんですよだから2月も100円 ×100 時間で1万円っていうのが第一製造部門に配布されていく金額になりますんでね 予定の配布率を使って計算すればこの単価のブレがなくなりますから月ごとの単価のブレがね。結果的に先ほど単一基準の問題として認識したここの内容が実は解消されることになるんです。だからまあ言ってみるとこの問題っていうのは単一基準で実際配布の問題だと考えることができますね。 単一基準で実際配布の問題単一基準で予定配布をすればこの問題は解消されますとあらかじめ予定の配布率という単価が設定されているんで事前に決めた単価に基づいて配布額を計算することになるわけですから、まあ、こういった配布率の上昇っていうのが生じませんので問題が解消されていることを確認してくださいじゃあ少なくともこれまで出てきたね問題っていうのは 単一基準プラス予定配布だったらすべて解消されてるんですよ。実際配布の問題も解消されているわけですからね。予定配布を行うことで、これがじゃあ完璧なやり方なんじゃないのっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、まあそれちょっとね結論を急ぎすぎているんですよ。このやり方も完璧ではないんですね。どういう問題が生じるかっていうと。 補助部門において管理することのできない創業土債が認識されるとこれが新たな問題として顕在化するんですね補助部門において管理不能な創業土債が認識されるこの創業土債っていうのは基準創業度と実際創業度が乖離することで発生するものになりますけれどもそもそも 補助部門における創業水準っていうのはどう決まってくるのかというと製造部門の創業水準に依存することになるんですよ製造部門の創業水準が下がれば補助部門の創業水準も下がりますし逆に製造部門の創業水準が上がれば補助部門の創業水準も上がるんでこの補助部門における実際の創業度っていうのは 製造部門の実際創業度に依存すするんですねそう考えると仮に実際創業度と基準創業度がずれたとしてもこれは補助部門の責任ではないだろうと。と製造部門の方で実際と基準で創業水準にずれが生じれば必然的に補助部門の方でも実際と基準との間でずれが生じるんですよ。 もう補助部門の管理者からしてみたらどうしようもないんですよ。不利な創業土債が出そうだからといってこの溶液の押し売りをね無理やり行って製造部門に対して溶液の押し売りを行って実際の創業度を上げるってことがなかなかできないんですよね。あくまでも補助部門っていうのは製造部門に対して受動的な立場にあると考えてください。製造部門が溶液をくれと言ってこない限りはですね 液提供ができないと実際創業度を自ら上げて基準との乖離をなくそうっていうねそういったことはできないんだとそう考えると創業土債っていうのが補助部門ではどうしようもないものであるということがかかるかと思いますあくまでもこの創業土債っていうのは製造部門の責任そう考えることができますよと。 そこで最後あ最後じゃないんですけどもこの丸の4番複数基準プラス予定配布であれば補助部門における固定費の予算額が全て製造部門の方に振り替えられていくことになりますので補助部門においては固定費の配布漏れである創業土債っていうのが認識されないんですね。 まあ創業土債っていうのは固定費の配布漏れですから複数基準プラス予定配布であればね予算額全てをね製造部門の方に振り返ることができますんで創業土債っていうのが認識されなくなりますだからまあ複数基準プラス予定配布であればこれまで出てきたような問題を全て解消することができるんでこれが理論上最も望ましい。 配布方法であると、まあ、そう考えられます。ただ注意しなければいけないのは、理論上最も望ましいと言ったのは、あくまでも実際減価計算の枠内において一番望ましい計算方法だっていう話ですね。どういうことかっていうと、この問題にもね、あこの計算方法にも実は問題があって、どういう問題かっていうと、補助部門における 溶液提供活動の能率の量費、まあ、いわゆる能率債ですねこれが他部門に配布されるという問題が残るんですねまあ簡単な数字設定してあげるとね例えば実際の作業時間が3時間かかっていて3時間分の溶液の提供製造部門に行って 3時間溶液提供を行った時のこのあるべき金額を、まあ、これを製造部門に負担させていることになりますけどもでも本来ね標準的に1時間の作業で済ませることができたんだとこれがまあ標準創業度ですね標準操業度本来は1時間の作業で済ませることができたんだけれども補助部門においてだらだら作業を行った結果 不能率が生じた結果としてこの2時間余計な3時間分ですね作業を行ったことになるんだと2時間余計な作業が発生したんだとこの2時間の責任はどこにあるかっていうとこれは補助部門の責任ですよね製造部門何も悪くないわけですよ補助部門がだらだらと作業を行った結果2時間作業時間が伸びちゃってると 補助部門のその不能率を含んだね3時間分の金額を負担するのは製造部門からしてみたら納得がいかないだろうとだから複数基準プラス予定配布にもねこういった責任会計上の問題が生じるんですだから理論上最も望ましいのは複数基準で標準配布っていうのが望ましいんですね複数基準で標準配布この標準創業度を前提とした時のこの 予算許容額ですね。まあ変動予算の金額。まあこれを製造部門の方に振り返っていくっていうのが。まあこれが理論上最も望ましいやり方なんだと。複数基準プラス標準配布ですね。責任会計の見地から見て一番望ましいやり方ですよと。まあこれを最後の結論として押さえてください。よろしいでしょうか。まあこの分野はね、ちょっと出てくる言葉とかも。 表現が難しかったりするので捉えづらいところがあるのかなとは思いますけどもあのしっかりと、ね、この辺の実際配布の問題とか単一基準の問題とかはです、ね、あのきれいに、ね、模範解答に近い回答をかけるような準備をしておいてください。 こういったものはね、もはやもう自分の口で考えてね、あの書いてると時間ももったいないですし、まあ、自分の言葉で考えて書いてるとどうしても不正確な回答になりかねないのでもうある程度覚えざるを得ないですよ。もちろん機械的に覚えるんではなくてちゃんと意味を理解した上で覚えなければいけないというところで、あのー、これは文,文章を構成するパーツを、ね、覚える作業だと思ってね、あ,のある程度ここの問題点なんかはです、ねあのー、今回、まあ、レジュメとか、ね、そのテキストとかに載ってるね、この、 記載通りにですね、ある程度覚えていただければなというふうには思いますね。はいまあ、もちろん一言一句ね、覚える必要性はないんですけれども、ただまあ、ある程度問われたときにですね、もうスラスラと答えられるような準備をしておかないと、考えて書いてると、それだけで時間がね、取られてしまいますからあの、ちょっと面倒くさがらずにですね、ここはちょっと暗記をしていただければなというふうには思います。はいまあ、それではですね、これで、えー、第9回目のですね、学習強化講座は以上となりますので、 本日も皆さんお疲れ様でした。